はい、皆さん、ポカリちゃん。ポカリちゃん。コミチンです。兄貴です。よしです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、来ましたよ。おい。マイクラリレーですよ。はい。ほんとね、僕らを選んでいただくなんて、お目が高い。そうやね。やめてやってもいいのかなっていう気持ちになりかけた。さすがに。上からどんな、さすがに。さすがの俺もね、褒めかけたわ。褒めてはないやん。危ねえ危ねえ。どんな立場で戻されたよ、それ。っていう感じで、はいはい、いろんなあのチャンネルがね、連なってこう、うん、マイクラリレーやってる中で、うん、僕らこの時間担当という形で、うん、神社を作ってる最中で、はい、うん、まあ、それをね、今日は仕上げていきましょうっていう動画ですので、はい、前編見てない方はまたそれはそれでぜひ、見てみてください。お願いします。それでは作業行ってみましょう。おい、おい、おいしたら、うん、先にじゃあここドアつけますか。はい、ちょっともうこういう羊毛をもうちょっと足しますけど、うんうん、こうしてこの見かけさんのとこに白樺のドアをつけますと、うん、はいはい。でこれ白樺のドアつけるときに、うん、なんか方向がちょっとバラバラになっちゃわないように、全部同じ方向で開けるんですよね。うん、真ん中にこうつけて、でこれに対してくっつけるようにするといいらしいよ。こうやってこういう感じでブロックに対してつける。そうそうそう、うんうん、でこうすると同じように開くらしいです、うん、ほう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 。で、はい、この今羊毛あるじゃないですか、うん、この羊毛に対しての全ての面にオークのトラップドアをつけます。ほうほうほう、こういう感じで。ほう、あ、障子っぽくするわけね。閉じながらね。そうそうそう、めっちゃおしゃれだな。でもね、一応上と統一しよう。まあ、パターンしたら一緒か。一緒か、これ。そうだね、取っ手とかないもんね、あのアカシアみたいに。ほいほいほい。ああ、そうっすね。あ、でもすぐ終わるな、3人で。そうっすね。うん、でもまだまだ使いますからね。オッケー。まだ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 使いますからね。え、今度は内側、中入って、はい、うん、角っちょ以外のところの羊毛を削ります、うんうん、はいはいはい。ハサミ、サミハ欲しいな、これは。ハサミをくれ、ハサミ欲しいな、サミハ欲しいな、これ。サミハがいるな、これは。鉄を取ってこよう。お願いします。はい、サミハお待ち、お待ちどう。はいはい、どうぞ。あざます。兄さんも、兄さんも入る。あざす。またこう何度削るかもしれないしな。あ、終わったやん。あ、終わってるやん。中また入ってもらって、はいはい、原木をちょっとまた大量に使います。原木、はい、何の原木？奥ですね。そしたら、はい、はいはいはい、原木でまず1階部分、うん、ここかな、うん、ここからガーッと端まで到達させてもらって、うんうんうん、これをつなげていくの。そう、つなげて針です。真ん中、ここ、はい、真ん中です。で、さらに上に上がって、うん、これ、ここもいるの？ここはいらんの？ここはいります。あ、全部じゃないんだ。はい、こ、うん、待って、全部はいらん、全部はいらん、うん、あ、いこ、めっちゃハマってる、めっちゃハマってる、あぶねこれ、上もやるんだよね。あ、そうです、上もやります。ここもだよね。ここ柱がいると。忍者が聞き耳を立てるとこやろ、これ、うんうん、ここか。で、ここ、うんうん、オッケー、できたんじゃないですか。角っちょに行ってもらって、うん、うんうん、こういう感じだね。ここに刺す感じだね、はい、1マス、そう、開く感じですね、奥が。そうだね、はい、で、うん、この2本目の柱、うん、から横にガーッと横向きに多くの原木を刺していきますと、うん、はいはい、はい、こういう感じだ。そうです、うん、で刺したら、はい、この今全部に、羊毛をまた敷き詰めます。はい、はい、羊毛めっちゃ使うな。羊毛使いますね。うん、なあ、うん、
ほい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 。うん。この角、角を忘れんように突き進めなかった。そう、一番最後、角っちょね。端っこな。オッケー。おい、うん、これで屋根は完成と。おし、うん、よし、いいやない。あとは、うん、また中入ってもらって、はいはい。白川の階段とハーフかな。うん、うんうんうん。ワンブロックを三つここに置きます。はいはい。はい。でそしたら階段をここに対してこうつけて、さ、う、ら、ん、に下につけますと。まあ、台座的なね。周りをこうちょっと囲って。感じで神棚だね。鏡か。鏡です。そう、神社なんで三種の神器の一つの鏡をこの折り機で旗、白旗入れて、で青色この三角の斜めのやつを一回つけて、これに対してまたグラデーション、うん、下からのグラデーションをつけて、で赤色で、まあ何色でもいいけどね、これ囲って、これで出来上がりだね。折り機すごいな本当に。うん、折り機は本当に役立つね。置いてここにベロクン、こんな感じか。よし、オッケーですね、うん、で、まあ植木鉢感じで、うん、ほう、はいはいはい。斜めってになってない。斜めってになってないね。なんでやろうこれ、なんかそうやって見えるね。なんでやろう、うん、何ですか。斜めってになってる。シェーダーの問題。うん、シェーダーの問題だと思うよそれ。よいしょ、おいで。あ、そうですね、こんな感じか。こんな感じで、うん、で白旗をこういう感じでやると、あ、もうちょっと上だな、これ鏡見えないもんな。うん、あ、いいね。うん、でこの横の部分とかもちょっとこう白旗つけることによっておごそかな感じが出ますわな。あ、いいね、ぽい。うん、オッケーオッケー。で上に また上がるんですけど、はいはいはい、内側からね、ほいほい、トラップドアを、天井のすべてに敷き詰めますと。はい、うん、今度は開けなくて大丈夫。ここモンスターハウスになるの必須やなこれ。そうなんで今は湧き潰しした方がいいです。うん、そう、ここはもう上がらないとこなんで安全っちゃ安全ですけど、うんうん、一応ねモンスターの声うるさいんで。あ、このあれだな、ちょうど年輪のとこに、まあ、F7 を押してもらって、うん、多分これでもう黄色とか赤のとこないですよね。うん、うん、大丈夫やね。オッケー、よし、上は終わり。はい、じゃあ降りましょう。降りましょう。降りづら、あっと、そこちょちょ全然息が合ってさあ、あとは神社の中はとりあえず完成なんですけど、うん、湧き潰しはどんな感じ。一回 F7 して、湧き潰してなあかんよね、うん、多分これ、だいぶ、あ、ここだいぶやばいですね、これで。あとそのさっき言ったこの上の部分、うん、はいはいはい、もう結構湧くんで、はいはいはい、はい、ちょっとここ松明綺麗にしましょうか。うんうん、とりあえずあれか、ランタンか。上はランタン今やったんで、あと下取っても大丈夫な松明は取りたい。うん、なんで柱にも普通に松明を。うん、オッケーオッケー、よし、湧き潰し完了かな、はい、これで。はい、中はね、外はあれか、うん、外はあの、うん、じゃあチェーンやっていくわ。じゃあ俺こんな感じやな。そう、ランタンをありますあります、はいはい、よし、うん、神社自体は完成かな、これで。うん、あとはもう外ですよ。ほい、あとはそうだね、外だね、外と、あと賽銭箱やな、大事な、一番大事やんねえ、何よりも大事な。なら道だけ作るか最後。これはまあ砂利で行く感じだよね。うちは砂利をやってで、端っこだけ丸いしてるな。そうだね、こんな感じか。じゃあ1マス大きくするか、はい、ここで上がりますか。上がるとこだけハーフでちょっとやりますね。はいはい、あれか、砂利になるんかこれが。はい、
2回下がる感じでいきますかね。そうやな、うん、いいんちゃうそれ。やばおいでここか、1,2,3 とこの横に賽銭箱の横に、あよし、お賽銭箱できた。おい大量に入るようにめちゃくちゃでかくしたでな。ほんとだ、あこれすごいな、見えるもんな賽銭箱に。うんおー小銭入り放題、ね、入り放題、札も受け付けております。であとは鳥居ですね。あ、じゃあよしさん、灯籠どうします。あ、灯籠か、灯籠も作るか、簡単ですもんね。めちゃめちゃ灯籠も、うん、灯籠も作っちゃおう、うん、よし、このブラックストーンの登場により鳥居がめちゃめちゃ完成度が、うん、あっとちょっと、ちょっと、あれさん、ちょっと待ってよし、ここの上にこうやってブラックストーンを敷くだけでかなり良くなるんだよね。うんうんうん、OK。 あ、いいんじゃないですか、あの額縁に通ってもはめたいですね。あ、はめよはめよ。で、下これ、あれにしよう、丸石にしよう、この下の部分こう丸石にするんかな、こういう感じかな。 OK、白樺でいく？トミちゃん。オッケー。オッケー。できたんじゃないですか？よし！完成！おっしゃー！ようやく完成した！いやー、長かった！長かったなー。でっけーもできた！ちょっと遠くから見てみよう、遠くから。そうっすね。やばでかっ、うわー存在感でかっやばっ、わすごいな、こっちからもむっちゃ綺麗、ちょっとなんか鳥居が見える感じもいいね、いいし、一応あのボンジュール君の形見である金のなる木も移設はしておいたんでっていう感じで、僕らのね、はい、リレーのターンは終わりますので、またこの後、はい、リレーはね続いていきまして次のチャンネルに、行きますので、そちらもぜひ、はい、見に行ってみてください。お願いしま す。それでは良いお年を。良いお年を。